3分で意味わからん第21装甲師団解説ハッチマールよ。第21装甲師団は41年8月1日に第5系師団から改編され設立された。アフリカで、まさかの戸様である。師団のオリジンはクルセイダー作戦であり、トブルクを包囲していた枢軸軍を粉砕すべく A 軍が攻撃を開始。師団はここで A 第4機甲旅団と一騎打ちを繰り広げたが、決着はつかず両者痛み分けで撤退。戦闘全体はイギリス優位で進んでいたため、ロンメルは撤退を決定。この一環として師団は救援を阻止すべく A 第7機甲師団を追撃していたが、これをさらに第22機甲旅団と第4機甲旅団が追跡。最終的に師団が A 機甲部隊を撃退し目覚ましい勝利を収めた。その後立て直した枢軸軍は再度反撃を実施し、トブルクを占領したが師団は大きな損害を被り、42年11月時点で稼働戦車はわずか4両。チュニスへの撤退の最中師団長が戦死するなど師団の戦力はもはやかつての面影もなく、第21装甲師団戦闘団として活動、それも43年5月に降伏した。どこぞの第10装甲師団と違って師団は不祥事を起こしていないので、最高司令部は師団の再建を決定。西高速旅団をもとに、本国に帰還した人員や交代を予定していた人員をかき集め43年に再建されたが、装備の多くがフランス製であったため予備部品の確保が難しくなるフランス国外への配備はできなかった。44年6月、オーバーロード作戦が実施され連合国軍がノルマンディに上陸。師団は当該地域唯一の装甲師団であったが、空挺降下した連合国軍により師団の戦力は分散され、また師団長が不在だったため攻撃初日に効果的な反撃を実施できなかった。それでもドイツ側は師団に望みをかけ、反撃を画策、当初10時30分に開始を予定されていた攻撃は兵力の集結に時間がかかり17時にまでずれ込んだ。攻撃は第84軍団軍団長エリヒ、マルクス大将が自ら先導し、敵の弱点を突き敵団兵たちは海岸まで進出することに成功。だが後続の戦車隊は対戦車砲に足止めされ合流できず、さらに包囲される恐れがあったためドイツ軍は撤退を決定。こうして上陸初日に行われた反撃は失敗し、これ以降師団は防戦一方となる。8月には師団はファレーズポケットで殲滅され、2度目の壊滅を迎える。再編成は第112装甲旅団をもとに行われ、編成後12月に米第7軍を殲滅すべく北風作戦に投入されたが微妙な結果に終わる。一方で東部戦線が危機的状況であったため師団は東へ輸送され、3月に他の師団と共同してソ連によって占領されたラウバンを奪還。また4月には何個もあるドイツ軍最後の勝利であるバウセンの戦いにも参加。最後は第9軍の一員として西側へ脱出すべくハルベの戦いに参加したが、西方の味方戦線にたどり着いたのは少数であり多くはソ連軍に降伏。強制労働に送られた。終わり、平定。